果てていることは誰にも隠せはしないだろう。ところがおいらは何のためにこんなに疲れてしまったのか。いつかはどこかへ落ち着こうと心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとしゃぶりさ、心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が見える。